ドリーム戦1号艇磯部誠選手です。よろしくお願いします。はい、お願いします。さあまずはヤングダービー1号艇でドリーム戦ということで、今のお気持ちいかがでしょう。そうですね、はい、琵琶湖は狭そうですね、はい、水面の広さ、はい、そんな中手にしたモーターの手応えを教えてください。まあそこまでパッとはしなかったですね、はい。明日時間ありますが作業としましては、まあそうですね、ペラ試したい形あるんで、はい、試したいかなと思ってます。そこを試してしっかりと試運転して合わせていきたいなと。はい、もちろんコースは、はい、インからスタートいかがですか。はみ出てましたけど2本とも、まあ、感動りぐらいで、はい、わりかしつかめたかなって感じがします。もうここは最後最初に回って逃げるのみということでございますので、はい、ファンの皆様期待してると思います。最後一言お願いします。はい、頑張ります。お待ちください。ドリーム戦2号艇中谷隼人選手です。よろしくお願いします。お願いします。さあ手にしたモーターですが手応えから教えてください。はい、出足も伸びもちょっと分がいいかなって感じはしました。ということでその辺に自信持っていけるかなと。はい、この後の作業としましてはプロペラの微調整だけでいきます。もうそこで自信持っていけるなという手応えは、はい。さあそんな中2号艇です、コースですけども、はい、2コースからいきます。スタート感いかがでした。ちょっとまだつかめてないんで明日しっかりつかみます。そこをしっかりとつかんで、はい、2コースからどんな作戦でいきましょう。うん、臨機応変に行きます。臨機応変に行きます。はい、琵琶湖の水面相性いかがですか。いいと思います。それでは最後ファンの皆様にもう一言お願いします。はい、一生懸命頑張ります。お願いします。ドリーム戦3号艇木下翔太選手です。よろしくお願いします。お願いします。さあ琵琶湖ですけどももう準地元のような。そうですね、あの好きっす。好きっす、はい、そんな中手にしたモーターの手応えはいかがでしょう。まあハヤトがいいかなと思ったんですけど、まあ、他とは変わんないかなと思って、あの普通ぐらいあると思います。明日の作業としましては、時間あるのであの自分のセッティングにしてあのプロペラしたいなと思ってます。3号艇です。もちろんコースは3コースから、はい、行きたいと思います。スローダッシュありますけど、まあスローからいきます。スローからいきます、はい、スタートからいかがでしょう。そうですね、前も走ったんですけど、まあ、今日もしっかりいけたので、はい、いけると思います。こうドリーム戦もう3号艇で攻めていって一着取りたいですね。はい、頑張りです。相手打ちを2人を、そうですね、相性いいとこ見せれたなと思ってます。それでは最後ファンの皆様にもう一言お願いします。はい、優勝目指し頑張ります。お願いします。ドリーム戦4号艇大山千尋選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ドリーム4号艇です。今のお気持ちいかがなんでしょう。そうですね、ちょっとフライングがきついですけど、まあ、自分にできることはしたいなと思います。手にしたモーターの手応えいかがでしょうか。普通くらいはあったかなと思います。明日の作業としましてはプロペラをメインでやります。この辺欲しいなっていうのあります。そうですね、やっぱり道中が大事になってくるかなと思うので、出足と乗り心地はしっかり合わせておきたいです。4号艇です、コースのところですけども、はい、4コースから行きたいです。角からスタートだけですか。やっぱり集中はそうですね、できる範囲でっていう感じです。もう本当にね、4号艇から大山選手もう人気集めると思いますので、どうですかね。いや期待してると思いますよ。ここはもう角から一撃うちの男子を送っていく、そんな絵が見たいですが、ちょろっと刺したいです。それでは最後ファンの皆様に一言お願いします。はい、自分にできることを精一杯頑張ります。応援よろしくお願いします。ドリーム戦5号艇大上拓人選手です。よろしくお願いします。お願いします。さあ5号艇で登場ですが今のお気持ちいかがでしょう。はい、大山ちゃんの攻めに乗りたいなと思います。そんな中手にしたモーターの手応えいかがなんでしょうか。はい、伸びは悪くなかったんですけどちょっとターン回りがあんま良くなかったんでそこを合わせていきたいです。はい、明日の作業はもうペラで、はい、もうその辺の足がくれば自分では納得できるかなと。そうですね、伸びちょっと落としてでもちょっとターン回りこさしたいぐらいターン回り悪かったです。そんな中5号艇で登場です、コースですが、まあ、5コースから行きたいです。スタートいかがでしょう。まあ、ちょっとまだペラも合ってなくてブレがあったんでそこをしっかり修正していきたいです。スタートしっかりと連れていきたいですね。はい、連れて行って自分がどっから展開ついていきましょうか。まあターンマーク回るだけにしてほしいです。大山ちゃんが攻めて、はい、攻めてもらって、はい、攻めてもらってしっかりと自分はもう最打ちをつくと、はい、楽して勝ちたいです。わかりました、はい、それでは最後ファンの皆様にもう一言お願いします。はい、最後なんで最終日まで精一杯走ります。お願いします。ドリーム戦6号艇羽野直哉選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ手にしたモーターの手応えから教えてください。
はい、バランスは取れて、はい、まあ、悪くはなかったと思います。明日の作業としましては、ここ欲しいなというのあります？少し伸びが弱そうだったので、プロペラを回転をしっかり合わせていこうかなと思ってます。ちょっと伸びも欲しいかなと。そうですね。6号艇です、コースですが。6コース、はいです、ね、スタートいかがでしょう？スタートはダッシュの方が見やすそうですね。ということはもう6コースからしっかりと自分はスタート決めてと。はい、攻めていきましょうか。まあ、F 持ちなので、はい、冷静に展開を見ながら行きたいと思います。さあ隣見て大上選手ですが、大上選手スタート行ってくれそうですかね？そうですね、はい、大上選手にスタート行ってもらって、はい、行っていただきたいです。行っていただきたいです。はい、ただ大上選手は最内を指したいって言ってました。そうですね、そうなるとちょっとあれなんですけど、はい、期待してます。期待してます。わ、はい、かりました。さあそれでは最後、ファンの皆様に一言お願いします。はい、最終日までいいレースできるように頑張ります。ご声援よろしくお願いします。いよいよです。はい、出てきましたね。はい、まあ、今日は風もそんな強くなく、微風コンディションで、はい、うん、なかなか琵琶湖にしてはそうですね、まあ、それでもさっきどなたかがね、はい、乗りにくかったようなハンドルあんだけ全速に入れたらダメだっていうお話があったぐらいですからね、うん、コメントもありましたね。はい、はい、ここは1号艇に磯部誠選手です。まあ、先行勝率ナンバーワンで初日ドリーム選手、うん、まあ、勝ち取った1号艇ですよね。勝ち取りました。はい、12点欲しいよね。はい、まあ、あの先日の9月8日にお誕生日迎えたということで、はい、これでヤングダービーはラストですね。うんうんうん、はい、30歳でしょ。30歳ですよ。30の数字が出るんだもんね。そうです、まあ、大上選手もそうか。はい、30歳ですもんね。はい、気合いありますよね。はい、また2号艇には中谷隼人選手、あの先月の SG の下関のボートレースメモリアルでも、うんうんうん、峰竜太選手のとの準優勝戦の時の準優勝戦の時のあの食らいついていく感じ、はいはい、すごくかっこよかったですよね。うん、はい、12レース間もなくピットアウトとなります。雨が落ちています。ボートレース琵琶湖プレミアム G1 共同ニュースカップ第7回ヤングダービー開催初日最終12レース、先行期間勝率上位6人によるドリーム戦です。1二三4号6枠なりか、対戦メンバーとコースです。インコース1号艇愛知磯部誠、ヤングダービー3年連続のドリーム1号艇は初めてです。ここは人気の中心の陰線1号艇の磯部、2コース2号艇福岡中谷隼人、3年ぶりのトーチ参戦ですが、琵琶湖は G1 初1着を取った水面です。2号艇の中谷、3コース3号艇大阪木下翔太、水面実績は十分12分の琵琶湖です。3コース戦、4コース角4号艇福岡大山千尋、 F2 の逆境この大舞台でどう跳ね返すか、5コース5号艇広島大上拓人、琵琶湖は先月末に優勝戦進出したばかりです。6コース6号艇福岡羽野直也、ヤングダービーは2回目のドリーム、進入スタイルは3対3の枠なり、12秒身の回転が始まって間もなくスタート10秒前、最終12レースドリーム戦、インコースから1番2番3番ダッシュ4番5番6番です。1秒前、スタートしました。コースタートはインコース1号艇磯部がトップスタートを切っていきました。一周1マーク、1号艇磯部抜けたスタートからインから先に回る、引いて切り込んで2号艇3号艇が進んでなって、5号艇も切り込んでくるもバックステップ入って、インから堂々と押し切った。先頭は1号艇人気の中心の磯部誠、2番手は2号艇中谷隼人、3番手争いは3艇が並んで、内から4号艇5号艇3号艇最後通って4号艇大山が若干伸びるか。一周2マークの攻防、スタートは正常でした。先頭1号艇磯部誠、2番手争いは2号艇4号艇をさばいた、2号艇の中谷は2番手優勢か、外から接近は逆転の3号艇木下翔太、上位体系1号艇2号艇3号艇、さあ2号艇3号艇2、3番手の定格が一定審査、木下がコースをインコースに変える。レースは2周目1マーク、注目は2番手争い、木下が先に回って内を切り込んで2号艇中谷隼人バックステッチで入った、2号艇3号艇
並んだ2番手争いは内を通って2号艇中谷2艇身先行しています。上部の3人は1号艇2号艇3号艇3、4番手は定間が開いて4番手以降は4号艇5号艇6号艇の定番順。レースは2周目2マークを2回し先頭は1番人気1号艇の磯部誠、2番手は2号艇中谷隼人、3番手は3号艇木下翔太、後方は4号艇5号艇大山と大上が接戦状態、最後方6号艇鹿野直也。レースは最終周回に入っております。インコース1号艇磯部誠一定し渡りとトップスタート1周1マークを堂々と押し切りました。先行トップの卒業組が初日メインの堂々貫禄のイン速攻が決まっております。2番手2号艇中谷隼人、3番手は3号艇木下翔太、上部の3人は1番2番3番後方4号艇5号艇6号艇最終ターンマークの旋回。最終ルーレース初日のリーム、どうやら2連単3連単ともに1番人気1号艇2号艇3号艇磯部が見事に人気に応えてまもなくゴール。先頭1番の磯部誠を5人、2番手2番の中谷、3番手3番木下、4番大山、5番大上、6番の羽野直也ゴールインです。以上最終12レースドリーム戦でした。最終カード12レース勝ちましたのは1号艇磯部誠選手となりました。2着には2号艇中谷隼人選手、3着には3号艇木下翔太選手となりました。そして12レースドリーム戦を終えたメンバー、上がってきました。ピットに戻ってきました。ヤングダービー の盛り上げ番組でも連日 YouTube などで行われていたんですが、はい、大山選手がリモートで出演されていた時にやっぱり同世代がたくさんいるから楽しいというお話もありましたね。ピット内はきっと楽しい笑い声もあるんじゃないでしょうか。同期も大体多いでしょうしね。そうですよね、はい、そして勝ちました1号艇磯部誠選手、ヤングダービーはまだ優出経験ないということで、まあ、ラストイヤーということなので、今回輸出したいですよね。また前節の墨の湯の G1 レースでは輸出3着、また今年の4月浜名湖では自身完全 V も果たしまして、はい、8月はガマゴリでワースト期で優勝したりと調整手腕も光りましたよね。まあ、調子いいですよね。まあ、いいから1号艇なんだけどね。そうですよね、はいはい、ちょっと笑っている笑顔も見えましたね。ほっとしている表情見えないですかね。はい、ちょっとキリッとした表情でしたね、はいはい。まあ、ひとまずはこのドリーム戦逃げ切ってほっと安心というところではないでしょうか。琵琶湖ヤングダービードリーム戦を勝ちましたのは1号艇磯部誠選手です。お疲れ様でした。さあ、見事ここはしっかり人気に応えられましたね。はい、ここだけはと思ってました、はい、あ、そうですか。ではレースリプレイで見ていきたいと思います。インコースからでした。ちょっとね、雨が降り出しましたが風はほとんどなかったですかね。そうですね、はい、スタートいいスタートだったようですが、いや、まあ、85で悪くないなと思ったんですけど、はい、あまりにもちょっと隣がいなかったのでちょっと様子見ちゃいましたけど、はい、少し保険はかけて、はいはい、まあ、1マーク回っていく感触いかがでした。いや、ちょっと水面も良かったのでちょっと結構かかりすぎっていうか、はい、そこでちょっと手が止まってしまったような感じがありました、はい、昨日の前傾ではちょっと気力的にどうかなというところはあったんでしょうか。正直今特訓とか展示とかでもちょっとやっぱ劣勢だなっていう感じはしてたんですけど、はい、まあ、朝の段階では悪くないなと思ったんですけど、うん、ちょっとペラちょこちょこやりすぎてなんかゾーン外してますね、はい。では明日へ向けてはまだ課題はありますかね。そうですね、もうちょっと、はい、いいとこ探りたいと思います、うん。特にどこが来ればっていうのを求める船足ありますか。まあ、ちょっと伸びはもう目に見えてちょっと下がってるかなって感じは してるんで、もうちょっと伸びつけないとダメです、はい。ただ磯部選手、新鋭王座も含めてこのヤングダービー9回出場ということで、かなり実績が、ね、ありますね。長い間お世話になりました、はい。まあ、ラストイヤーになりますが、このラストイヤーにかける思いというのはいかがでしょう。空回りしていつもそうやって事故してるんで、はい、いつも通り自分らしく自然体でいきたいです、はい、はい。それでは最後、全国のファンの方へ一言お願いします。はい、あと5日間頑張ります。お願いします。ではカメラサインも最後決めていただきたいと思います。はい、ぜひ。最終カード12レースドリーム戦、勝ちましたのは1号艇磯部誠選手となりました。トップスタートで逃げ切り1着、1のポーズ。